続いての演奏は小川徹さんです。曲目はヘンデル作曲サラバンド。還暦を過ぎてこの先何年ギターを演奏できるかと考えたところ、幾多ある今までに弾かなかった曲、弾けなかった曲、諦めた曲にチャレンジしようと思い至りました。本日は第1弾としてヘンデルのサラバンドを演奏します。クラシックギターファンにはおなじみの曲ですが、最近では風の谷のナウシカの挿入曲、ナウシカレクイエムのモチーフになったことでも有名です。